皆様こんにちは。金堂講演会の戸張光栄と申します。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。今日はですね、短歌ということで、東海のいいですね、短歌とか和歌とかね、漢詩と別部門で初めての挑戦、コンクールを始めます。もう皆さん楽しみにね、先生方待ってますので、ぜひ受けていただきたいと思います。そのクラウンの課題曲であります一つの東海の、こちらを本日はやっていきたいと思います。石川啄木の歌集の中で、一握りの砂の冒頭に置かれた作品です。有名な作品の一つですね。漢詩とはもう打って変わって、渡りだったりとか拳だったりとか、こう伸ばす、あーっと伸ばすね、こんなのがとても長いですね。で、特徴は前と後ろの詩文が一緒である。ただし音程は違います。最初は低く、そして後半は同じ歌詞を高く歌うものが短歌和歌となってますね。それでは歌舞伎読みいきます。アクセント通りっていうことなので、アクセントね、見てくださいね。東海のうから上がります。東海、東海になりますね。東海の、小島の、磯の、白砂に、我、泣き濡れて、カニと、戯る。東海の、小島の、磯の、白砂に、我、泣き濡れて、カニと、戯る。これもね、流派によって全然歌い方違うんですよ。でも私、流派とかは関係ないので、自分がこの曲はこの歌い方がいいなって思った先生のを歌っていきたいなと思っています。今回は私の流派ではないです。あくまでも私の見解ですので、この見方結構私細かくつけてます。この点々点が震えてます。こういうのがこれなんだっていうのをね、見ながらちょっと追っていってほしいと思います。2半3半、東海の、3半5、小島の、3半5、磯の、私ね、カニとってやってます。これが嫌な人はカニとでいいですよ。カニとこういうね、
でもね、一回覚えちゃえばそんなことないですよ。あの曲に合わせちゃってくださいね。はい、ちょっとじゃあ歌ってみましょうか。一緒に歌ってみましょう。まずね、何回も歌うのがいいと思います。ちょっとね、5本なんでかなり低いんですけれども、まあ男性も女性も歌えるように5分にしております。はい、それでは意味いきましょうね。とっても素敵ですよ。どうぞ。東海の石川啄木、東海の小島の磯の白砂に我泣き濡れて、カニと戯れる。東海の小島の磯の白砂に我泣き濡れて、カニと戯れる。時は函館、北海道から上京して、創作に失敗し、本郷区の下宿屋で苦悩の日々を送っていた時の作品です。東海の小島の磯の白い砂浜の上で、石川啄木は、悲しみに耐えかねて、泣き濡れながら、カニと涙を流しながら、戯れている。いかがだったでしょうか？素敵ですよね。和歌とか短歌って、こう哀愁解雇じゃないですか。で、哀愁解雇多いですよね。その時の作者の気持ちがとてもこもっていて、この中には収まらない、そんなものが歌で歌えたらいいなと思うので、あの全然気持ちいいように変えてください。ただ2分は過ぎないように伴奏に収めると、とても伴奏と釣り合うと思います。ぜひやってみてください。それでは令和2年度第49回クラウン全国吟詠コンクールの課題吟と同じものが今年出ますので、同じものをね、今1個ずつやっていってます。いい歌がね、見つかるといいですね。はい、それでは伴奏いきましょう。あんまりね、あのね、いっぱい書いてあるんだけど結構難しいんですよ。で、いろいろ見た結果、私のおすすめもね合わせてお伝えしていきますね。まずゼック8、14、20。はい、ゼックの8番どうぞ。
れ。素敵ですね。8番でした。次14番、はい、いきます。できる時とできない時があるんです。なんだろうね、ちょっと難しかった。はい、20番はね、本当にね、音が切れちゃうんですよ。いいですか、やってみますよ。ないでしょ。音には邪魔されないですね。あ、ね、自信がある方はいいんじゃないでしょうか。はい、次福井区の25、26っていうのが入ってますね。25番いきます。次26番。
実はこの CD 伴奏はきらめきです。ちょっと聞いてみましょうね。6番、なかなかね持ってらっしゃらない方も多いんじゃないかなと思うんですけど、どうぞこの機会にね購入して歌ってみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、いきます。強めに歌いたい方はいいんじゃないでしょうかね。やっぱり歌いやすいのは8番とか25番なのかな、うちのお弟子さんは皆さんそんな感じで8番なんて一気皆さん一緒になっちゃってたけど、いいかなと思います。で、いろいろねこの歌い方って難しいですよね。何回も聞いて音の上げ下げとか長さを暗記しちゃったらいいと思いますよ。なので BGM のように何回も聞いていただいて、それでね、形を覚えてしまうと、やりやすいんじゃないでしょうか。はい。それではぜひ頑張ってください。クラウンのね、一番最初のコンクールは6月になります。その後ね、バン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 始まっていくかと思います。どうぞ皆さん頑張ってください。応援しております。いつもご視聴誠にありがとうございました。Clever moments come rest on